はい、皆さんこんにちは。これなんだと思いますか？こちらはハンドルバーですね。ここにですね、刻印があるんで見てみましょう。デュラルミンって書いてあるんですよね。まあ、パッと見デュラエースかなと思うんですけど、これは違います。メーカーはですね、これは日東です。日東の、ここも見えますか、エアロダイナミクス、日東のエアロダイナミクスバーって書いてあるんですね。じゃあこれ何がエアロなのか、ちょっとご説明したいと思います。これね、パッとこう光を当てると、この部分がこうわざとね潰されてるんですよ。で、こうこれ前から見ると、こう全面投影面積を減らすためにわざと潰してあるんですね。これがエアロたるゆえんですね。こちらデュラエース AX のエアロステムですね。まあ、先ほどねちょっと分解の動画も上げたと思うんですが、ここにハンドルを通すとき、これね、穴の径を変えることができないわけなんですよね。これどうやって通すと思います？はい、ちょっとねこちらに3つのハンドル用意しました。じゃあこれからちょっと説明しましょう。これがですね、日東の B105、 横幅が420度、ちょっと大きいやつですね。まあ、一般的なドロップハンドルです。これ非常にね、この上ハンドルなんかも非常に握りやすいですね。こうストレートな形をしているので、非常に握りやすいハンドルです。次にこちら、これ日東のエアロダイナミクスっていうちょっと変わったハンドルですね。このドロップハンドルなんですけど、こう非常にここの R が大きくて、真上から見るとこうかなり曲線が大きいんですね。なので上半を握るときに、これね、平らなまっすぐな部分がないんですよね。なので個人的にはちょっとこれはね、握りにくいんですが、見た目は非常にかっこいいですね。こうもう上から見ると、なんていうか、もう本当に丸くなってるような感じです。で、これ特徴的なのがこの上の部分が、わかるかな、少しこう楕円になってて、この断面がですね、まあ涙型ドロップ形状になってるわけですよ。全面投影面積を狭くするっていう、まあ、効果があるかどうかは微妙ですけど、そういうハンドルですね。はい、そして最後、こちらはデュラエース AX のハンドルです。デュラエースの名前がついた唯一のハンドルなんですが、これはね、こう横から見ると、まあ、非常にスタンダードなシャロー型っていうんですかね、ハンドルになりまして、特徴的なのがこの部分ね、少しこう斜めにカットされているで、こう見てもらうと分かるかな、ちょっと分かりにくいんですけど、微妙に下に下がってて、この部分は先ほどの日東のエアロダイナミクスと同じように、少しだけ、日東ほどじゃないんだけど、ちょっと潰されて、全面投影面積が減らされてる感じですね。で、これ真上から見たところなんですけど、これもまたね、微妙にこう少し後ろに反ってる。なので、まあここはね、上の部分は非常に握りやすいハンドルですね。ただここがね、この上半の部分が潰されてるハンドルっていうのは微妙に握りにくいですね、個人的には。はい、ちょっとこんなハンドルです。今回検証するのが、このエアロ型のハンドルステムに、このタイプ、上が潰しが入ってるフレーム、パイプですね、潰しが入ってるパイプ、通すことができるのかどうか、
検証してみたいと思います。まずこちら B105、 これはもうただの普通の丸パイプでできているドロップハンドルなので、これはまあ通りますよね。まずここまで来たら、この向き で今度ここまで来たら、この向きを変えて、でここで止めると。これはね非常にやりやすいですね。この向きで向けると。次はデュラエース AX のハンドルです。これも微妙に上潰しが入ってるんで楕円になってるんですね。まあこれデュラエース AX 同士なんでつかないわけはないんですが、ちょっとやってみましょうかね。まあつかないわけはないんですが、ちょっとやってみましょう。まずこっちを向かせて、するとはい入りました。取るときは、じゃあ取るときはどうかやってみましょう。このね下側で今度ここの通すときはこっちに回してこうですね。こうきてでこう回してこうです。こんな感じ。では最後この日東のエアロですね。だいぶ潰しが強く入っているので楕円が強いとこれ通らないっていう話があるんですが、実際どうでしょうか。では実際ねこの部分を通せるかどうかやってみましょう。おい、こうきます。結構余裕でいっちゃ、あ、余裕でいけますねこれ。だいぶ余裕ですねこれは。この部分はねちょっと辛いな。そう、ただちょっとやっぱコツがいりますね。気が入りますが、そんなに大変じゃないですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、このエアロタイプのこのステムですね、丸の大きさが変わらないんですけど、まあ、通常のエアロの楕円タイプのパイプでも、あの上ハンドルに潰しが入ったハンドルでもここ普通に通すことができますので、はい、皆さんもしそういうハンドルお買い上げの時はね、お買い上げの時は安心してエアロステム使ってください。ご視聴ありがとうございました。